高尾城は、兵庫県芦屋市にある日本の城跡山城部分を、高尾城山城平城部分を、芦屋城と区別して言うこともある。阿波の細川住本の機内進出の防衛、最前線基地として、細川高国が、河原林正よりに築城を命じたと言われている。高座の滝標高262.1メートルの城山にある城で、 すぐ後方にある名前の由来となった、標高271.8メートル、高尾山には、城の遺構は確認できていない。城山の山頂が城の最高尾ではなかったかと思われる。城山は、阪神間から有馬に至る最短の登山道にあたり、東は、奥池を水源とする和志屋川、西は、高座の滝で、名高い高座川が流れて、南で合流している。 山頂には、NHK 神戸放送局とサンテレビジョンの山、芦ア屋ア中継局が設置されている。高尾城は築城後よりすぐに芦屋川原の合戦の中心となり、赤松吉村軍の猛攻に相変河原林正よりらは、高尾城から落ち延びたが、船岡山合戦より、赤松吉村軍が兵を引いたのを見計らい、河原林正よりは、高尾城を改修するとともに、 コシミズ城を築城しこれを本城とし、高尾城は、家臣の鈴木与次郎に守らせ、コシミズ城の市場とした。その後記録が残っていないので、コシミズ城が廃城となった、同時期に、高尾城も廃城になったと思われる。高尾山城、ア屋ア城と、周辺地域の空中写真、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成高尾城とは、高尾山城と芦屋城の平城から成り立っていたのではないかと思われている。山城の基本は、山頂部に食料を、武具を保管する建物を作り山全体を要塞化し、防御に優れている反面、居住には不便である。高尾山城もそれに習ったものであったと思われるが、山腹部に芦屋城を作り、居城としていた。高尾城とは、 無関係の石垣高尾山城には遺構がいくつか見受けられるが、戦時中に校射法の観測塔の残酷が掘られ、車が不明になってしまった上に、ハイキングコースにもなっており高尾山城と足屋城の連絡通路も分かっていない。また、山頂付近やハイキングコースのところどころに石垣が見受けられるが、これは校射法の観測塔を支える土留めの石類、または、 観測棟の建設資材運搬用の石垣で、高尾山城とは関係がない。芦屋城には建物跡があることから、高尾山城にも何らかの建造物があった可能性がある。この二つの城を機動的に使用指摘の侵入を防ごうとしたと思われる。英章8年7月26日の芦屋川の合戦で外城を攻め落とすという記録が残っており、 この外上が山腹にあった足屋状のことではなかったかと見られている。山城は敵の動きを察知しやすいのが特徴であり、長望は大事な要素であるが、高尾城は兵庫、摂津両面の長望が優れており、本城の小清水城に情勢を伝達できる。 城山山頂部から、兵庫方面を望む城山山頂部から、雪津方面を望む。ありがとうございます。